ジャニー、11月6日月曜日から11月9日木曜日のスノーマン出演予定です。まずテレビから4番組に出ます。目黒くんと向井くんがレギュラー出演しているアイアム冒険少年ですが、11月6日月曜日の放送はありません。次の放送は11月13日月曜日。続いてテレビ黄金のワンスプーン。出演するのは宮舘くんで、11月6日月曜日23時56分から24時26分に TBS にて放送。MC としてロケ出演。全10回の4回目。今回は千葉県柏市を旅しながら、カブグルメを味わいます。ロケゲストは先週に引き続き、なすなかにしのお二人。当チャンネルのコメント欄では、エレガントに作り、エレガントに食べる伊達様に魅了。本当に10回だけではもったいない。レギュラーにしてほしい。といった声が上がっています。続いてテレビラビット。出演するのは宮舘くんで、11月7日火曜日8時から9時55分に TBS にて放送。前回は佐久間くんが出演したので、今回は宮舘くんがスタジオ生出演のはず。そろそろ2人の冠コーナー試すのの放送があるはず。宮舘くんと佐久間くんが宮城県蔵王でロケをしているところが10月11日に目撃されています。11月7日火曜日か翌週11月14日火曜日には試すの in 蔵王全編が放送されると予想しています。スノタンからは、伊達様が前触れもなく黒髪になったラビットで見れるという声も上がっています。10月30日前後に黒髪になったようです。続いてテレビ今夜は謎トレ。出演するのは阿部くんで、11月7日火曜日19時から20時にフジテレビにて放送。レギュラーとしてスタジオ出演。今回はゲストであのちゃんが登場。スノーマン阿部あのに困惑と告知されています。当チャンネルのコメント欄でも、あのちゃんとコンビ組むのかな、あのちゃんとの絡みも楽しみというコメントがありました。続いてテレビバナナサンド。出演するのは宮舘くんで、11月7日火曜日20時から20時54分に TBS にて放送。ゲストとしてスタジオ出演。ハモリ我慢全敗中のスノーマンから宮舘亮太が初参戦。カトゥーンのリアルフェイス、玉置浩二の田園を熱唱。スノーマン初の奇跡なるか。当チャンネルのコメント欄では、伊達さんのバナナサンド絶対楽しいでしかない。サンドイッチマンの伊達さん直伝の自己紹介、だーてだてだて宮舘ですがまた聞けそう。ハモった時の歌が楽しみすぎるという声が上がっています。ちなみにこの日のバナナサンドは宮舘くんとキンプリ永瀬廉くんの2本立て。続いて配信が2本あります。まずは YouTube 動画公開。出演するのはスノーマンで、11月8日水曜日17時にスノーマン公式チャンネルにて配信。前回はザリガニ釣りが投稿されましたよね。次回の企画、そして出演メンバーは発表されていません。スノタンからは、11月2日のスノマンマの中で、岩本、深澤、阿部、渡辺の YouTube 回が撮影済みだと判明。岩深、阿部鍋でスノチューブ撮ったの？何それ楽しみ。といった声が上がっています。さらに同じ日10月9日には、目黒くん、ラウールくん、宮舘くん、佐久間くんの4人がレンタカーに乗って撮影しているところも目撃されているんですよね。なので今回の YouTube は岩本、深澤、阿部、渡辺チーム、もしくは目黒、ラウール、宮舘、佐久間チーム、どちらかの動画が投稿されそうです。続いて配信で YouTube 動画ゲスト出演パート2。出演するのは目黒くんで、亀梨和也チャンネルにて配信。公開日は未発表。11月4日土曜日に YouTube 亀梨和也チャンネルに目黒くんがゲスト出演し、亀梨くんと目黒くんのドライブが配信されました。ショート動画での告知によると、ドライブの後、2人で買い物、料理、お酒を飲むようなので、あと2回ほど続きがありそうです。公開日は未発表ですが、続きものなのであまり日を空けず公開されそうですよね。亀梨チャンネルをチェックしておいた方が良さそうです。公開日が発表されたら当チャンネルの動画もしくはコミュニティ投稿でお知らせします。続いてラジオが1本、スノーマンのスノマンマ。今回の担当メンバーは目黒くんとラウールくんで、11月9日木曜日21時から21時30分に文化放送にてオンエア。このコンビでの放送は2023年4月以来7ヶ月ぶり。当チャンネルのコメント欄では、ラウちゃんがおにぎり握ってきた回以来ですね。インスタ解説の話かな？ザリガニ釣りの話？
2週続けてメメの声が聞けるなんて最高。メメのこちらもホッとできる優しい口調が大好き。聞いた後興奮冷めやらず寝れるかなと皆さんかなり楽しみにしている様子。続いて雑誌が7冊あります。まずはアエラ11月13日号、掲載されるのは向井くんで11月6日月曜日に発売。向井くんの連載白熱カメラレッスンが掲載。今回から新しい先生を迎えての新シリーズがスタート。初回は一般的なポートレートに挑戦。タイ生まれの先生ということで、向井くんと先生のタイトークもあります。値段は510円。続いて雑誌ポテト12月号、掲載されるのはスノーマンと深澤くんと向井くんと岩本くんで11月7日火曜日に発売。5つの企画に掲載。1つ目は深澤くんと河合文人くんのスペシャルトーク。2つ目は深澤くんと相葉くんの今日からヒットマンインタビュー。3つ目は向井くんの出演舞台ハロルドとモードのレポート。4つ目は岩本くんが構成演出を務めた舞台少年たちのレポート。5つ目はスノーマンのグラビアとインタビュー。値段は850円。続いて雑誌ウィンクアップ12月号。掲載されるのはスノーマンで11月7日火曜日に発売。値段は850円。続いて雑誌デュエット12月号。掲載されるのはスノーマンで11月7日火曜日に発売。創刊37周年記念の閉じ込み付録にスノーマンのクリアピンナップがついてきます。値段は870円。続いて雑誌週刊テレビガイド11月17日号。掲載されるのは宮舘くんで11月8日水曜日に発売。黄金のワンスプーン初単独 MC 記念でグラビアが7ページ掲載。値段は490円。続いて雑誌ファインボーイズ12月号。掲載されるのは目黒くんで11月9日木曜日に発売。レギュラーモデルとして掲載。値段は750円。続いて雑誌アイアイ12月号。こちらは先週発売された雑誌ですが、ラウールくんも掲載されていることが新たに分かったので改めて紹介。東京ガールズコレクション 2023AW の特集にラウールくんのランウェイ写真もたっぷり掲載されているようです。値段は850円。出演情報は以上です。それではスノーマン川柳のコーナーです。スノーマンの最近のニュースというお題で常時コメント欄にて募集してます。まずはさちちゃんからの投稿。めめあべで焼肉もしや下見かな。11月4日の亀梨くんの YouTube に目黒くんが登場。亀梨くんからの昨日何食べたかの質問に、阿部ちゃんと焼肉食いましたって言ってたけど、久々のメンバー9人食事会の幹事をお願いした阿部ちゃんと事前に下見に行ったのかな。だとしたら今回の食事会発起人として幹事だけに全てを任せっきりにしないところが目黒くんらしいなと思いました、という投稿でした。スノーマンのプライベート食事会の下見として阿部ちゃんと目黒くんが焼肉に行った説ありえますよね。ちなみにスノーマンの食事会は10月9日だったようなので、下見となると10月9日より前ということになりますね。続いてシュガーマムさんからの、こちらも目黒くんと阿部くんの焼肉についての投稿。焼肉はスノーマン孫刺しで飯。カメチャンネルで言ってた前日の夕飯はいろいろ考えるとスノーマンマ収録の後かなという投稿でした。阿部くんと目黒くんが2人でスノーマンマを収録した後に焼肉に行った、こちらの説もありえますね。ちなみに2人のスノーマンマの収録日は9月21日でした。続いてめめみらいちゃんからの投稿。ショッピーも個人インスタ3人目。ショッピーの誕生日前日の個人アカウント開設に驚きと喜び。誕生日インライもここでやるんですね。しかしこうも立て続けに個人アカウントができると嬉しいけど少しだけ不安な気持ちも、なんでだろう。喜ばしいことなのに自分の複雑な感情が自分でもわかりません。でもショッピーの投稿も楽しみです、という投稿でした。個人インスタを開設しているメンバーはラウールくん、目黒くん、渡辺くんの3人になりました。続いてハラミさんからの投稿。メメラウの神回来たぞスノマンマ。来週のスノマンマメメラウだなんて。2週続けてメメの声が聞けるなんて最高です。メメラウのメメの兄のような話し方と思えば親友のわちゃわちゃ感たまりません。さすが相性 100% の2人ですね、楽しみ、という投稿でした。続いてみやびちゃんからの深澤くんについての投稿。
勝村さん、胸キュン寂しい、フッカロス。勝村政信さんが X でつぶつぶ。楽屋自撮り、かっこ、フッカメラ第2弾のことだと思う。に、胸がキュン。とか、会えなくて寂しい。とか、お土産渡したいけど我慢。とか、どんだけフッカのこと好きやねん。共演した先輩俳優さんに可愛がってもらえてよかった。という投稿でした。設楽さん、有吉さんに続き、勝村さんにも気に入られたようですね。コメント欄での投稿ありがとうございます。今回もスノーマン川柳を募集します。スノーマンの最近のニュースを575に込めてコメントしてください。投稿いただいた川柳は木曜と日曜に投稿しているスノーマン出演情報の動画で紹介します。スノーマンの出演予定に追加があった場合、毎日更新している YouTube のコミュニティ投稿や X に反映してます。それではご視聴いただきありがとうございました。ジャニー、ラブだよー。